諫早茂ズは、江戸時代中期から後期にかけての武士。非善国佐賀藩無契約。諫早鍋島家十一代当主。延京三年、八代諫早有主、諫早重之の三男として誕生。兄、重成が没死したため、明和四年に家督を継ぐ。明和六年、寛永三年に上地された、諫早領四千国が返還されたのは、諫早一期の名手。 若杉春光のおかげであるとして、若杉霊人を建立した。天明三年、執行一会の支援を得て、教皇、皇居官を開校する。文化元年、ロシア施設レザノフが、長崎来航し、八神屯書より出兵し、警備を務めた。防備のため、文化四年に、領内海岸五箇所に砲台を設置した。文化五年、長崎警備に就いたが、 英国軍艦フェイトン号侵入を阻止できなかった。文化12年、死去、去年70。有志としての在職期間は、歴代最長である。子、高志明がいたが創生したため、孫の茂げるが継いだ。茂図と同じく、諫早はやを称した、高志明、茂げるはそれぞれ鍋島なほよの姉、娘を室に迎えている。ありがとうございます。